オーストラリアでキャンプ中の LG ツインズの一部選手らが、現地のカジノに出入りしたことが分かり、問題となっている。11日夜、野球コミュニティサイトに LG の一部選手らがオーストラリアシドニーにあるカジノに出入りした写真が掲載され、議論となった。LG 球団は12日、 一部選手らが休日にカジノに出入りしたのは事実だと明らかにした。ただし、最も多く金銭を使った選手が500オーストラリアドル程度だったとし、巨額賭博説については一周した。LG はこのような事実を認知した後、韓国野球委員会に通報し、選手団にも厳重警告措置した。 警護は LG 球団から経緯書の提出を受けて具体的な事実関係の把握を行う計画だ。警護関係者は、選手たちがそのような場所へ行って参加したこと自体が規約上してはならない。軽く見過ごす事案ではないようだとし、球団が確認した事項を送ることにした。 経緯書を受け取ってから賞罰委員会の開催については話し合う予定だと伝えた。